もう一つさっき気になるのあったんですけど、はい、それって、はい、助手席にゲームがついてますけど、はい、こんな形でプレステ3が埋まってます。あ、これだ、はい、あ、すごい。え、なんでこれ埋まってんの？いや、そうですね、ちょうどこの湾曲してる形がプレステ3と同じだと思うんですので、どうせやってみるんだったらやってみようかなっていう形で曲げて埋め込んでみました、はい、じゃあこの中でゲームをしたりとかするってことですか？できますね、はい、そうなんだ。前が見えないですね。見えないですね、これ。実はじゃあコントローラーを、はい、実は前見るのはそのボタンを押していただくと、よいしょ、これ押すと信号機とか、要は前見えないので信号機とかこれで見てくれたりすると可能なんですけど、え、どこで、あ、これだ、はい、後ろとか前、信号が今赤なのか青なのかって、それで瞬時に優先的に切り替わりますので。何これ、これ本当にすごいですよ。だってゲームついてるし、リモコンあって普通にゲームできるし、でも隣の人運転してるときはここ見て運転したりするんですって。これすごい。そこまでやりたいって思う、そのアニメが好きっていうのもあるし、多分車も好きだと思うんですよ。そうですね。それどういうところでこう魅力っていうのが湧いてくるんですか、自分にとって。そうですね、自分はやっぱりオーディオがやっぱ好きなものですから、うん、まあ、オーディオを中心に考えるといろいろと、まあ、アイデアが出てきて、まあ、すげえすげえってなりますので、うん、そうですね。あ、じゃあもともとそういうふうになんか車をいじることが好きから始まっての、ね、はい、またアニメが好きで、はい、ってことですね。そうですね、全部やりたいことを集めたらこうなっちゃったので、なんか夢がすごい入ってる気がします。そうですね、はい、今日は本当ありがとうございました。いっぱい紹介していただいて楽しかったです。